初代ホランド女団爵ジョージアナ・キャロライン・フォックスは、イギリスの貴族。第二代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスの娘、レノックス姉妹のうち長女であり、ホイック党の政治家初代、フォックス・リーのホランド男爵ヘンリー・フォックスの妻である。彼女自身も夫の爵位と別に1762年にホランド女団爵に除されている。1723年3月27日に、 第2代リッチモンド公爵チャールズ・レノックスと、その妻ラの長女として生まれる。1744年5月2日に、ホイック等の政治家ヘンリー・フォックスと結婚。ヘンリー・フォックスは、当時の庶民院の実力者で、ライバルの大ピットと英達を争って、庶民院内総務などの閣僚職を歴任した人物である。夫との間に、以下の3人の男子を生んだ。 1762年5月3日には、彼女の男系男子への継承を規定した、グレートブリテン貴族爵位、リンカン州における、ホランドのホランド女男爵に除せられた。この翌年の1763年4月17日には、夫ヘンリーも、妻と別に、グレートブリテン貴族爵位、ウォルトシャー州におけるホックスリーのホランド男爵に、除せられている。 1774年7月1日に夫が死去し、彼女も後を追うように同年7月24日に死去した。両ホランド男爵位は共に、長男スティーブンが継承した。ありがとうございます。